さんこんにちは。おかわりはありませんか？今年は台風が次々に日本列島を直撃し、あちこちに災害をもたらしました。幸い、私たちの地域では大きな災害はなく、本当にありがたいことです。それでも鬱陶しい雨や蒸し暑い日々が続いています。この広報が皆様のお手元に届く頃には、秋晴れの爽やかな天候になることを祈っております。それでは今月も声の広報時川をお届けします。この広報時川は、時川町社会福祉協議会のご承諾を得て、私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また、朗読ボランティア時川では、このほか目の不自由な方、視覚障害者や高齢者の皆様を対象に、希望される本を朗読する対面朗読も行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2016年10月号、ナンバー129、9月23日発行。今月の担当は、岡野、小池、内田、川端、小野田、牛久です。主な内容、2ページから特集集いの場、笑顔あふれる場所づくり、6ページから役場トピックス、埼玉県の介護事業についてのお知らせなど、21ページからグラフ時川、24ページからインフォメーション。表紙の写真の説明をします。8月11日木曜祝日に、五明地区で開催された集いの場からの一コマ。集まった皆さんが、えいっと大きな声を出しながら行う棒体操をしている写真です。説明を終わります。2ページから5ページまで特集集いの場です。笑顔あふれる場所づくり。およそ3人に1人が高齢者となった時川町。生きがいを持ちながら地域で安心して暮らせるためにはどんなことが必要でしょうか。時川町の現状。平成27年10月時点で総人口11,915人のうち、65歳以上高齢者は3,838人、高齢化率は 32.2% です。今後も人口減少が続く一方、高齢化率は上昇し続け、平成37年には 43.9% にもなると推計されています。身体機能の低下や認知症などで、支援が必要な方の増加が見込まれ、介護人材の不足も懸念されています。また、核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、高齢者の孤立化も心配されます。住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らすためには、高齢者本人も含めた住民一人一人の力が大切です。日頃からの挨拶や近所付き合い、近所の何気ない集まりなどが、笑顔が生まれる大切な居場所として全国的に求められています。また、自分に合ったボランティア活動を見つけ、すでに精力的に活動されている方もたくさんいらっしゃいます。集いの場とは、地域包括支援センターでは、介護予防の知識を広め、住民の方と一緒に地域の健康づくりを進めることを目的に、平成18年から介護予防サポーター養成講座を実施しています。受講後、サポーターさんのフォローアップ研修を実施する中で、高齢者が歩いていける集会所で集まりたい、おしゃべりするだけでもいいのでは?という声がサポーターさんより上がり、平成24年より集いの場が開始されました。現在では7地区で実施されています。各地域の集いの場でのスナップ写真7枚が掲載されています。各地域で活動する介護予防サポーターの皆さんの声をご紹介します。
瀬戸大月地区。瀬戸大月地区では第4木曜日に活動し、ものづくりや折り紙、ゲーム、ハーモニカに合わせて合唱などを行っています。現在は5名から7名が参加しており、民生委員さんが来てくれる時もあります。いっぱい笑って、いっぱい手と口を動かして帰ってもらいたいと思いながら、健康につながる楽しい活動を目指しています。外出の多い方は良いですが、家にいる時間の長い方は、頭と体の刺激が不足しがちです。ぜひ皆さんで歌やおしゃべりを楽しめませんか？みんなでわーわー言いながらのボーリング、ペタンクも楽しいですよ。回覧などでもお知らせしています。一人ではなかなか参加しづらいという方は、ぜひお誘い合わせの上お越しください。坂が歩けない方は送迎もできますので、遠慮せず気軽にご相談ください。また、高齢の方だけでなく、ご家族やお子さんの参加もお待ちしています。沢会の様子と介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。田黒地区。田黒地区では第2木曜日に体操を、第4火曜日におしゃべりサロンを開いており、7、8名の方が参加しています。活動内容は特に決めず、その日集まった人から自然に生まれる話や雰囲気を楽しんでいます。差し入れてくれた漬物の作り方や畑仕事、最近の出来事など、毎回皆さんの新しい情報や表情を知ることができる良い機会です。地域の中につながりの場が増やせないか、そんな思いがずっとあったので、実際に活動へつながり、今では協力してくださる方や参加者も増えて、とても感謝しています。こうした場が定期的にあることが日々の関わりやいざという時の助け合い、心強さにもつながれば良いと感じています。特別何をするわけでもありませんが、まずは一度覗いてみてください。体操のみの参加や休憩の場でも構いません。お散歩がてら、ぜひお立ち寄りください。沢会の様子と介護予防サポーターの方の写真が載っています。日陰地区。日陰地区は第2と最終の木曜日に活動しています。7、8人ほどの方が集まり、体操やおしゃべり、歌、ものづくりなど日によって様々な活動を行っています。誰でも気軽に自由に出入りできる場所というイメージで立ち上げ、日陰地区なりの空気でのんびりと活動しています。参加者も明るい方が多く、楽しい場に盛り上げてくれています。参加者から家で一人じゃ楽しくないから来れて嬉しいという声や、教わった体操を入院中も続けていたら変わらずスタスタと歩けて医者が驚いてたという話を聞いたときは、本当に嬉しく思い、活動してきてよかったと心から感じました。もっと多くの方に集いの場を知っていただき、気軽に体験してもらいたいです。体操だけ参加される方もいらっしゃいます。ぜひ気軽にお立ち寄りください。不要になった衣類を利用したアクセサリー作りをしている様子、介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。板上地区。板上地区は第2、第4の金曜日に活動を行っています。サポーターを含めると30人前後が集まるので、毎回楽しく賑やかに実施しています。もともと祭りや行事を通じ、みんなで盛り上げようという空気が強い地域なので、普段からのつながりが積極的で明るい活動に来ていると感じます。また、集いの場を続けるうちに、仲間意識がより強まったように思います。普段の生活の中でも、さらなる交流が生まれてくれたら嬉しいです。参加者もサポーター自身も、楽しかった、来てよかったと感じられるよう、
みんなの意見を聞きながら活動を考えています。参加しやすいように、会費を100円集めたり、様々な人と話せるように、席札を作ったりと、これからも誰もが参加しやすいように工夫しながら、ずっと続けていきたいと思います。ぜひ、お気軽にご参加ください。時川ストレッチ体操をしている様子と、介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。中井地区。中井地区では、第一木曜日に活動を行っています。ゲームなども行いますが、お菓子などを持ち寄って、おしゃべりを楽しむことが中心です。現在、4名ほどの方が参加しています。活動のきっかけは、最近、おしゃべりをする機会が少なくなってしまった、という地域からの声があり、地域包括支援センターに相談したことです。参加者からは、この場を楽しみにしています、との声をいただいています。家にいるだけではつまらないな、と考えている方は、気軽にいらしてください。若い方でお子さんと一緒でも大歓迎です。また、男性の方にも来ていただきたいです。農作業の話や、お茶を飲みながら、囲碁や将棋をするのも良いと思いますので、ぜひ遊びに来てください。地域の情報交換の場になれば良いと思っています。沢会の様子と、介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。本郷地区。本郷地区は、第一、第三の火曜日に活動しており、体操やサックスの演奏に合わせて合唱や手品などを行っています。合間には、お菓子をつまみながらおしゃべりで盛り上がっており、現在、サポーター6名、参加者の方が約10名で活動しています。この活動を始めたのは、自分たちの今後のためにも、地域に団らんの場を作りたいと思ったからです。集いの場に参加した方からは、家にいても話し相手がいないので、ここに来ると楽しい、との声も聞かれます。参加人数も徐々にですが増えてきました。自分たちも楽しみながら続けていきたいです。他の地域の方でも構いませんので、ぜひ遊びに来てください。いろいろな方と話をすると、新しい発見やつながりもできます。体操は運動が苦手な方でも手軽にできますし、ちょっとした世間話も楽しい時間になると思います。手軽な体操をしている様子と、介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。五明地区。五明地区は、毎月第2木曜日に活動を行っています。活動を始めて約1年です。サポーター5名と12名ほどの参加者がいます。活動の内容は、時川ストレッチなどの体操や、手遊びなどを行っています。活動のきっかけは、地域や自分のためにもこういった場所が必要と感じたからです。現在の課題は、参加メンバーが固定化してしまっていること、そして男性の参加がないことです。まだまだ手探り状態ですが、参加者の方からは、おしゃべりがすごく楽しい、との声も聞かれます。人と話すことはとても大切なことだと考えています。足が悪い方には送迎も行っています。悪いからと遠慮する方が多いのですが、気にせずに行ってください。一度来ていただけると、楽しさが分かってもらえると思います。テレビとは話ができません。ぜひこの場でたくさん笑ってもらいたいです。タオルを使った体操をしている様子と、介護予防サポーターの皆さんの写真が載っています。参加者の声、瀬戸大月地区、鈴木さん。始まる時に誘われて、もう4年になります。送迎があるから毎回参加できて、今度は何が作れるかなといつも楽しみにしています。作る時はみんな黙々と集中してやってます。できたものは部屋に飾れるので、
明るく華やかになり、私が作ったんだと言って娘や孫にも見せています。教わった体操も家でやっています。大月の集まりにも毎週行ったり、いろんな人に世話になりながら暮らしています。みんなと一緒に賑やかにおしゃべりができるのもボケ防止の一つだと思います。山岸さんと一緒に参加しながら、できる限りお世話になりたいと思っています。山岸さん、鈴木さんに誘われて一緒に行き始めました。少し耳が聞こえづらくなったり、気が引けることもあるけど、出られる機会はありがたいですね。役立つものもいろいろ教えてもらえます。家でも退屈にならないので良いです。また先日オレオレ詐欺の電話が来たことを話したら、みんなで気をつけようと話が盛り上がりました。やはりたくさん外に出て人と会っておしゃべりするのが一番だと思います。頭にも体にも気持ちのためにも、これからも行ける限りはお世話になっていきたいと思います。鈴木さんと山岸さんの写真が載っています。各地区集いの場日程表を読みます。地区開催日、時間、会場、内容の順に読みます。瀬戸大月、第4木曜9時から12時瀬戸公民館、レク沢会。田黒、第2木曜第4火曜10時から12時田黒農村センター。第2木曜体操、第4火曜沢会。日陰、第2木曜最終木曜10時から11時30分日陰文館。第2木曜体操、最終木曜レク沢会。万丈、第2第4金曜日10時から12時万丈文化センター。第2金曜体操、第4金曜レク沢会調理。中井、第1木曜10時から12時中井文館沢会レク。本郷、第1、第3火曜、9時30分から11時30分、本郷農民センター。第1火曜、体操。第3火曜、沢会、レク。五明、第2木曜、10時から12時、五明第1分館、軽い体操、沢会。集いの場は、この日程で各地域で実施され、自由参加となっています。活動の様子やサポーターの活動に興味がある方は、問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、地域包括支援センター、保健センター内、電話直通 6-1010。ここまでの担当は岡野でした。6ページ。ご利用ください。時川町役場本庁舎では土曜日の窓口業務を実施中です。役場からの情報をお届けします。役場トピックス。役場福祉課から、埼玉県の介護事業についてのお知らせ。介護の仕事は人を支え、社会を支えるやりがいのある仕事です。しかし、現在、介護職員の人材不足が課題となっています。そこで埼玉県では次の事業への参加者を募集しています。平成28年度埼玉県高齢者等介護職就労支援事業参加者募集。埼玉県では介護の仕事の経験がない原則60歳以上の方、介護未経験高齢者に対し、研修の受講から県内介護事業所への就職までを支援しています。対象、介護の仕事の経験がない原則60歳以上の方。事業内容、1、介護未経験高齢者の方に次のいずれか
もしくは両方の研修に参加していただきます。一つ目、3日間の介護入門的研修、県内各地で開催予定。二つ目、介護職員初任者研修、県内各地で開催予定。二、5日間程度の職場体験研修への参加。三、ミニマッチング会や個別マッチングを通して、県内介護事業所へ就業。募集、現在募集中。説明会、10月26日水曜、10時から12時、熊谷商工会議所2階3号室。平成28年度、埼玉県潜在介護職員復職支援事業参加者募集。埼玉県では、結婚や出産などにより離職した介護有資格者など、潜在介護職員の方を対象に、復職前研修の受講から、県内介護事務所への復職までを支援しています。対象、訪問介護員、養成研修2級課程修了者や、介護職員初任者研修修了者など、詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。事業内容、1、潜在介護職員の方に次のいずれか、もしくはすべての研修に参加していただきます。一つ目、復職基礎研修、養成校連携型。二つ目、介護学びカフェ、介護事業所連携型。三つ目、職場体験研修、介護事業所内研修。二、給食登録をしていただき、就業希望のヒアリングをします。3. ミニマッチング会への参加、個別マッチングの機会を通して、県内介護事業所への就業を支援します。募集、現在募集中、説明会、個別に対応します。問い合わせ、株式会社シグマスタッフ大宮支店、受託事業者、電話 048-782-5173、埼玉県福祉部高齢者福祉課からの委託事業となります。介護就職デー西部地区福祉の仕事就職面接会を開催します。対象者、介護、看護、保育の分野での就職を希望する求職者、日時、11月10日木曜、13時から16時、受付開始12時、場所ウエステ川越、多目的ホール。対象職種、看護師、介護士、保育士など。内容、企業人事担当者と参加者の個別面接会。持ち物、履歴書複数。ハローワークに登録がある方は、ハローワークカードもお持ちください。参加企業44社予定。10月中旬に埼玉労働局のホームページ、イベント情報へ掲載いたします。問い合わせ、川越公共職業安定所東松山出張所求人係。電話 22-0240。7ページ。平成29年度保育所入園申請のご案内。平成29年度の保育園児、町外保育所を含むを次の通り募集します。入所資格、保護者が労働や疾病などにより保育を必要とする児童。書類配布、10月11日火曜から役場福祉課にて手引き申請書を配布します。申請書は町のホームページからダウンロードすることができますのでご利用ください。受付期間、11月1日火曜から11月30日水曜。土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。
町外保育所を希望する方は、締め切り日が本庁受付期間より早い場合もありますので、希望保育所のある市町村へ確認の上、早めに申請するようお願いします。受付場所、役場福祉課、本庁舎1階。注意、1、町外の保育所への入所を希望される場合も、同様の申請が必要です。2、平成28年度からの継続の園児については、保育所から配布される現況届などの提出が必要になります。町外保育所に入所している園児については、ご自宅に郵送します。3、申請後、保育の必要性について認定し、保育の利用の希望、保育施設などの状況により、利用できる施設を調整します。入所の決定は申し込み順ではありません。町内4つの保育園の概要の表を読みます。名称、所在地、電話番号、定員、入園年齢、開園時間の順に読みます。町立多摩川保育園、大字多摩川2685-2、65-5201、120人、生後8ヶ月から、平日7時15分から19時、土曜日7時15分から12時30分、町立平保育園、大字西平725、67-0446、60人、生後8ヶ月から、平日7時15分から19時、土曜日7時15分から12時30分、私立花園保育園、大字桃の木452、65-2609、110人、生後4ヶ月から、平日7時15分から19時15分、土曜日7時15分から18時15分、第2土曜は13時まで。私立花園第二保育園、大字桃の木457、65-1359、20人、1歳児から、7時15分から18時15分、土曜日は7時15分から18時15分、第2土曜日は13時までです。給食はいずれも完全給食。保育料、時川町保育料徴収基準額表によって算定します。表を割ります。問い合わせ、役場福祉課本庁舎1階、電話直通 65-0813。今年のオータムジャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて5億円。オータムジャンボ宝くじ、運も油も乗っている季節、今年も美味しい秋が来る。1等3億円かける14本、発売総額420億円、14ユニットの場合、前後賞各 1億円かける28本、発売総額420億円、14ユニットの場合、この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。発売期間、9月26日月曜から10月14日金曜、抽選日10月21日金曜、発売場所、全国の宝くじ売り場、問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。 8ページ。時川幼稚園から。時川幼稚園、平成29年度入園説明会。入園資格、平成23年4月2日から平成26年4月1日生まれ。募集人員、3年保育15名、2年保育若干名、1年保育若干名。満3歳になった時点でも入園可能。平成26年4月2日以降に生まれたお子さんでも、満3歳のお誕生を迎えると入園できます。若干名。
願書配布10月17日月曜より、入園説明会10月20日木曜10時、受付9時30分より。希望者は給食の試食ができます。1食300円限定数。願書受付11月1日火曜から30日水曜、9時から15時まで。土曜、日曜、祝日は除く。定員になり次第終了いたします。定員に満たない場合は、12月1日の入園発表以降も願書は受け付けています。入園発表12月1日木曜郵送にて、花園保育園、花園第二保育園の説明会も同時に行います。問い合わせ、時川幼稚園、電話 65-1359、郵便番号 355-0361、時川町、桃の木457、温泉スタンド近く。役場福祉課から、一人親家庭、児童就学支度金支給制度のご案内。埼玉県では、低所得の一人親家庭の児童が中学校へ入学するとき、就学支度金を次により支給しています。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、または父母のいない児童を養育している方で、平成29年4月に中学校へ就学する児童を扶養している市町村民税非課税世帯の方、ただし生活保護受給世帯を除きます。市町村民税非課税世帯とは、平成27年分の所得額によって市町村が決定した市町村民税において申請者及び申請者と同居している扶養義務者、それぞれ全員に対して決定された税金額が0円であった世帯のことです。支給額1万円。申請方法、役場福祉課、児童福祉担当に申請書を11月30日水曜までに提出してください。締め切り日を過ぎたものにつきましては支給いたしませんので注意してください。必要書類、申請書、福祉課に用意してあります。振込先金融機関、口座番号が確認できるもの、通帳など、印鑑、問い合わせ、役場福祉課本庁舎1階、電話直通 65-0813。今月の納税、町県民税第3期、国保健康保険税第4期、納付期限は10月31日月曜です。口座振替をご利用の方も同日が振替日ですので、残高不足にご注意ください。残高不足などにより、口座振替ができない場合は現金納付になりますのでご注意ください。問い合わせ、役場税務課、電話直通 65-0811。9ページ、役場税務課から、10月から12月は、滞納整理強化期間です。町税、国民健康保険税は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源であり、定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。多くの方が期限までに納付されていますが、残念ながら一部の方は滞納している状況にあります。税負担の公平性、および税収入を確保するため、県内63市町村と埼玉県では、滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に、徴収対策を進めています。町では、悪質な滞納者に対する差し押さえの強化など、滞納の解消に向けた取り組みを行ってまいります。皆様には、納期限内納税、早期納税、早期納付にご協力をお願いします。問い合わせ、役場税務課本庁舎1階、電話直通 65-0811。埼玉県税務課から、10月は不正経由撲滅対策強化月間です。不正経由とは、県の税金である経由引取税の脱税を目的として、
軽油に灯油や重油などを混ぜた燃料や自動車の燃料として使用される灯油や重油のことを言います。不正軽油の製造、販売、使用は悪質な脱税行為であるばかりでなく、大気汚染など環境や健康にも重大な影響を与えることから、埼玉県では不正軽油の撲滅対策を推進しています。大量の排気ガスを出して走行していたなど、不正軽油に関する情報をお持ちの方はご連絡ください。問い合わせ埼玉県税務課課税担当、電話 048-830-2665。 教育委員会教育総務課から。11月1日は彩の国教育の日です。県では教育に関する理解を深めていただくため、11月1日を彩の国教育の日、11月1日から7日までを彩の国教育週間としています。期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体などで、学校公開や親子向け体験教室などの事業を多数実施しています。ぜひご参加ください。詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、時川町教育委員会教育総務課第2庁舎2階、電話直通 65-1537、埼玉県教育局家庭地域連携課、電話 048-830-6976。 役場企画財政課から。平成29年版埼玉県民手帳を販売します。販売期間10月18日火曜から12月16日金曜。埼玉県統計協会では平成29年10月17日火曜まで販売しています。価格税込み500円。カラー黒、月間予定表部分横形式、グレイッシュブルー、月間予定表部分マス目式。規格 14×8.5cm。 販売場所、役場企画財政課本庁舎2階、会計室本庁舎1階、行政サービスコーナー第2庁舎1階、県内の次の店舗の一部、書店、ホームセンター、セブンイレブン、ファミリーマートなど。問い合わせ先、役場企画財政課本庁舎2階、電話直通 65-0404、 埼玉県統計協会埼玉県総務部統計課内、電話 048-830-2330。